ミサイル低空飛行は政府あ、ミサイル警告が出たおかげで、あ、マデラ表示が消えた。何ここ、ヘリポート、戦闘機ヘリポート、おちょ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 、ほんとさ、低空飛行しないとダメだな、この辺。うわ、ビックリマークすんごいついてる。いや、ちょっと点在してるな、敵が。あ、カッ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 、あ、ヘリがスライドしてくる、ヘリがスライドしてくる。あー、怖いんだけど、あれ、羽で重傷食らっちゃうやつ。なんか、いるし、うん、いるいるいる、こっちやってきた。俺たちがこうする。はい、あのヘリ、なんで止まってくんないの。あ、これね、ゆっくり倒れたの。ねえ、ねえ、さて、川からの侵入ができないのであれば、道なりに行かなければね、ならないけども、ねえ、お肉をよこせ。え、敵いるよな。ああ、何も落とさんくねえか。無人機あり、ドローン、あの道路にいるね、施設内の。あ、ロケランのやつもいるやん。ああ、あの飛んでる方の無人機、まあ、無人ドローンもあるわ。なるほど。幸いにもヘリは来てないんだけど、うん、入り口が一箇所なんだよな。そこから入るしかないと。はい、マデラはこっちに今いるけども、はい、そして 200m の距離で敵を倒すっていうチャレンジが来たからやるわ。これそういえばチャレンジさっぱり確認してないから進んでない。ちゃんとやんないとあれだ。なんかそれレベル上げると武器もらえるんです、一番最後に。ああ、強そうじゃね。ちゃんとやろうか、 SMG 使わないと。威力だね、あれだけども、SMG は。260。めっちゃ経験値入ったな。あと2人 200m だ。じゃあちょっとこの、目の前にいる2人は俺がやるわ。チャレンジ？うん。はい。あ、と思ったら3人か。いや、多分大丈夫。はい、あ、ドローン飛んでんじゃん。やった。うん、ちょい、あのドローンは壊しちゃうかも、スナイパーで。一つは残してくれ。あれ、あれ、あれドローン、まあドローンというか無人機か、なのかな。ああ、それは普通に壊していい。普通に飛んでるドローン壊したいの俺。あ、飛んでるドローンは壊したい。いや、動かない無人機はほっといていいな別に。ちょっとあれ任せてほしいよ。ういおっ、おい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 、おお、音がバカでかい。あーず。あ、通信兵そんなとこにいた。いた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 。はいはい。あー、通信はもうなされた。あ、まあ今ならキャンセル入ってない。これで本当にセーフなのかな。セーフじゃね。なんか。あ、もう一度言ってくれみたいな言うんだ。行って。行って行って
やべやべ。あ、ちょいちょいちょい。なんか物陰に入ると細かく動けないのが鬱陶しい。あれ死んでる？死んでった。ちょっと。何言ったの？予想以上にドローンがたくさん。ビリーって誰や？ビリーね。戻った。お、待って、爆弾が飛んでくる。勝って。ちょっと厳しい。あれ、でも無人機もいるからな。リスポンしまーす。ドローンは積極的に壊す必要がないかもね、歩兵に感づかれるから。まあ、確かに。まあ、特に、地上のやつはね、爆発するから。ちょっと派手に。注射。いや、ドローンよ。サト外そう。あのドローン、めちゃくちゃ硬い。グレネード。硬いな。ね。クラスに一気を。やだやだ。まだ歩兵がいるんじゃい。待て、ポーラいつの間にかぶっ倒れてるじゃん。起きなさーい。ポーラも顔が結婚で骸骨のように。怖っ。いや、勝手。リロードなし3キルチャレンジを。あ、敵入れても全然よし。いない？俺が大半やったんじゃん。あーらー、3キルチャレンジなんでできなさそう。しゃあない。ちょっと武器クレートとかスキルクレート。おい。また無人機だ。あのどこどこしてやるの？ああ。この残りの。オッケー。よし。ちょっと弾を回収しないと。よし。ああ、全部やったか。あとはこの建物内だ。武器、グリップゲット。ん？どこにいる？あ、上にいたわ。ちょ、当たんなすぎじゃねこれ。オッケーか？よし。建物にスキルポイントらしきやつがあるから、欲しい。よし。スキルポイントは俺も欲しい。ポイント、今回スキルポイントどんだけ探索して箱を開けても1ポイント限りだよね。ね。さて、あ、そうそう、バッテリー格納庫を、格納容器を破壊する。あ、これや。ちょっとランチャーばっかり使ってたらもったいないから、これ。本当に設計図を破棄してもいいのか。平和利用できそうな発明だと思う。よし、いろいろドローンをアップグレードしたもん。レッドウィーゼル基地に向かいましょう。オッケー、分かった。あとはもうデータサーバーを破壊すりゃオッケーと。
なるほど。そこ割とあるな、なんか。うん。もう、設計図ごと葬ろうというわけだ。もう元バカ走ったらもう、もうオロッケだな。まあまあ、よし。はい。ヘリないかな、ヘリないかなっていうか、あるじゃん。さっき止めたヘリ。多分。無事であれば。まだ動いてるんかな。よっしゃ、動いてる、動いてる。めっちゃ動いてる。元気いっぱいだわ。あんま近づいたら羽でダメージ食らいそう。確かに。こんなね、急斜面に止めちゃったからな。乗れ。あれ、まず乗れる？ちょっと乗れ。あ、いけるわ。待って、俺、マジでプロペラにぶつかる、これ。頑張って。あ、大丈夫だ。で、ポーラー。ポーラー。あー、待てら。ちょっと待って。来てるよ。よし、お乗り。うん、あ、乗った。これ、このまんま、高度を上げて大丈夫かな？大丈夫かな？周り見えねえからの、なんとも言えねえよ、俺は。よいしょ。あ、ちょっと、うわー、セーフ。もう。あ、ここはめっちゃ平坦だ。あれ？待て。なんかこれ見覚えがあるぞ、この場所。いや、俺にはよく見えねえんだ。ここ、前来たことある。そう、うん、なの。待て、またヘリ、また敵のヘリが飛んでる。撃ち落としてやる。撃ち落としてやる。危ない危ない危ない。あれ？マデラ死んだよ、これ。マデラ、斜面で滑ってきたヘリに多分潰された。はぁ、あ。はあ、200プラスぐらいのあれじゃん、なんか来たやん。そうそうそう、ここ危なくね、落ちるよ。まあ大変、まあ大変よ。それもサプつけてないやん。なんかサプつけ、あ、ついてねえわ。まあヘリ相手に限ってはついてないもんな。落ちな、落ちた落ちた、はい、もう一機まだ来るの？多い。どんだけ設計図欲しいの？先手で。はい。はてなはてなはてな。よし。はてなはてなはてな。このまま山歩いて一歩。ここは前に制圧したことある場所だ。まあ一回やってるからね。余裕でしょう。というか、データサーバーを破壊すりゃいいからね。もう、いっそランチャーでボーンボーンって。それでおしまいだな。あ、つうか俺情報グレネード的なあれを使ってみたいんだよ。ああ、それ、もっと早く使ってほしかった。ちょっとやってみてくれ。あ、なるほど。グレポンなんだ。こう。ポン。おお、マジで。お、強え。何これ、何これ。もうちょ、クソ強い。ドローン、え、でもさ、それ個数制限はあるんだよね。ああ、あるよ、4個。あ、まあクラフト素材があればいいんだけど。え、それ毎回使ってほしいレベルで万能アイテムなのでは。ねね、一発で終わってん、作的。そうだよ。通り、ちょっと3人殺したいな。今度から君はそれをひたすら作りたまえ。はい。あ、リロードしちゃった、ミスった。リロードしないで3人キルしてんのに。俺もバシバシ敵を減らしていくぜ。あ、終わってた。今20秒以内で3キルだ。あ、下見られちゃった。まあまあ、紫落ちてるから拾いに行こう。敵の攻撃を発見。
何を言うか。痕跡などない。よし。危ない。めちゃくちゃスピーディーに敵減ってるけど。ね。グレネードでも投げてみよう。ちょっとな、200メートル先の敵を倒してるけど、なかなかいねえな。場所が悪い。つかスナイパーでパスパスやれば警戒はされるけどバレんくね。それはあ。バレてるやん。あ、やっちゃった。まあもうやってよろしい。見つかると無人機に撃たれるんだよ。そういえばそうだった。無人機壊すか。あとそっちの 無人機だけだ。オッケー。壊した。オールクリア。技能のさ、貫通なんか超強いわ、あれ。あれなんか一人だけ離れにいるんだけど。ね。にしてもその偵察アイテム、大規模なね、ステルスを強いられるならば、バンバン使ってほしいな。ね。クラフトアイテム、めちゃくちゃ楽。何が必要になるんだろう、それ。なんだろうな。なんだろうな。でも言うてキャンプ行ったらリセットされてまた全部持ってるよ多分。本当に？本当に。あ、これでも早速偵察はザルになりましたな。で、ドローンの範囲選択どころの話じゃない。さ、サバ破壊してください。はい。グレっぽいでした。これで私が人生をかけた研究はなくなった。これからどうしよう。よし。人生はまだ終わってない。エレモンへ戻ってドローン用のウイルスを作ってみる。はあ。さあ、やっとエレモンに連行だぞ、あなたは。はい。2回も死んでくれちゃって。ファストトラベルしたら来てくんねえのかな。できんのかな。ダメか。さすがに。さすがに。まあヘリがあるわ、すぐそこに。いいやん。ポーラ大好きだ。ボートは嫌ってね。ボートは嫌。こだわりが強い。それなりに時間かかるんだよな。うん。お？あ？ミサイル？まあ時々爆発が起こるのはワイルドランズでもよくあった。はい。時々がよくあった。時々がよくあった。たまによくあるみたいな。たまによくある。到着。ここがあなたの新しい研究所ですよ。ちょっと、マデラと話した。よし。ああ、そこで話すんか。無事でよかった。なんとかね。なんで夫のことを黙っていたの？なんというか、成果が出るまで言いたくなくて。そう。でも、ありがとう。いいんだ。彼は友人だし。その、いろいろと大変だったわ。こんなに何度も命を救われるなんて。選択肢？うん。うん。まあ、一番上で。はい。なに？俺はマシンガンで悪のドローンや亡霊と戦う味方だ。感謝してるわ。それじゃあ
この混乱を収めましょう。進捗は？主にアーキテクチャーで困っている。私がいないとダメね。忙しくなるわ。スケルの元部下さんたちをここに連行してくるのも一苦労だわ。でもあと2人いるからね。あ、2人いるんか。あと2人いるよ。とりあえず仲直りできてよかったんじゃね。まあ、この残り2人がエレホンにやってくるという設定になるのかわかんないけど。残り2人、いや、なんか残り2人が研究しそうなスペースあるんだよな。マジで。いや、嘘ついたかもしれない。いや、なんかさ、もう2人ぐらい入れそうなスペースあるじゃん。ああなんかあるな。あ、だって、だってもうマデラいるもん、ここに。うん、デーキレースですな。結構あからさまだよ、これ。うん、ポーラは OK。今、あの、ジェイススキルに関連のある人たちの、まあ、人たちの任務をやってるけど、うん、もちろんこれだけじゃなくて、あの、センティネル、CEO だったり、あと、早々に裏切りやがったジョサイアヒルだったり、いろいろあるからね。いたね、そんなやつ。まだ、あの、センティネル CEO に関連のある人物が誰なのかも判明してないし。確かに。